お元気ですか、ボクシングです。今回はですね、劇サビカード以外のね、限定カードをね、紹介したいなと思います。過去にも挙げていますが、新しく加わったカードもありますので、その辺ね、ご了承ください。計ね、5冊ありますのでね、次にご紹介していきたいと思います。まずは1冊目でございます。こちらがね、ファイターズでございます。私が応援しているチームでございますね。で、こちらね、チアリーダーのチェキでございます。OB もね、入っております。ファイターズだけでも、ね、こんなにね、結構集まりました。で、ここからね、ソフトバンクホークス編になります。ダイエーホークスや南海ホークスもね、入っております。で、ここからね、西武ライオンズ編になります。さっきね、岸選手も、これもありましたけどね。現在はね、楽天イーグルスでございます。で、改めて西武ライオンズ編でございます。日鉄ライオンズや太平洋クラウンズ時代にね、含まれております。これはね、松坂大輔選手でございます。平成の怪物と、ね、言われた方でございます。はい。で、こちらがね、エスペラードというカードでございます。普通はね、紙なんですけどね、これはね、プラスチックでできたカードでございます。はい。で、終わりでございます。続いて、2冊目いきたいと思います。はい。続きまして、2冊目でございます。西武ライオンズ編のね、続きでございます。で、こっちからね、千葉ロッテマリーンズ編に変わります。で、ロッテオリオンズ時代のね、も含まれております。これがね、確かね、レオン・リー選手でございます。ね、懐かしい方もね、いらっしゃると思います。で、こっからですね、オリックスバファローズ編になります。近鉄バファローズ、阪急ブレーブズ、で、あと阪急ブレーブズ編もね、含まれております。あ、違う、オリックスブルーウェーブ編もね、ございます。失礼いたしました。で、ここからね、楽天イーグルズ編に変わります。結構ね、集まったっていうね、感じでございます。現在はね、引退する選手やね、他球団に移籍した選手もございます。こちらからね、セリーグのようになって、読売ジャイアンツ編に変わります。ジャイアンツの方はね、テキストカードがね、ないんですが、その分ね、こういった限定カードがね、たくさん出てきます。で、こちらがね、チアリーダーのチェキでございます。はい、2冊目終わりです。次、3冊目いきたいと思います。はい、続きまして3冊目いきたいと思います。
読売ジャイアンツのね、編の続きでございます。で、こっちからね、阪神タイガースに変わります。吉田義雄元監督ですね、懐かしい方もねいらっしゃると思います。こういったね、ノーマルカードをね、こういう白菜にもついたり、ちょっとね、ちょっと遊び心でね、ちょっとね、ちょっとリメイクしたカードがねのが、限定カードでございます。で、こちらからね、広島東洋カープに変わります。広島カープもね、結構ね、多くなったと思います。で、こっちからね、横浜 GNA ベイスターズでございます。横浜、ね、ベイスターズや太陽ホエールズ勢もね、組まれております。こういったプロトカードもね、ございます。やっぱりね、プロトカードですね、失礼いたしました。運よくね、これで2つのカードがね、同時に入ってもらう、同時に入ってしまうっていうこともね、ございます。はい、3冊目でございます。次、4冊目で、じゃ4冊目に行きたいと思います。はい、4冊目行きたいと思います。横浜 GNA ベイスターズの鈴木でございます。で、ここからね、ヤクルトスワローズに変わります。こちらもね、結構ね、揃いました。ヤクルトはね、直筆サインカードもね、結構ね、多く集まりました。で、こっちからね、中日ドラゴンズに変わります。で、こちらね、中日ドラゴンズのね、終わりましたら、こちらがね、楽天の田中将大投手と坂本勇人選手のね、タイのね、カードでございます。ここからね、プロ野球カード以外の紹介したいと思います。こっちがね、ラグビー選手で、で、こっちがですね、バドミントンの選手でございます。で、こちらね、忘れましたけどね、体操選手でございます。で、こちらがね、地球式カードでございます。はい、こういったね、カードがございまして、ちなみにこの地球式カードにはね、この直筆サインカードが含まれておりまして、そのカード出たらめちゃくちゃすごいことになります。で、こちらがね、女子プロレスラーのチェキと、女子プロ野球選手のチェキでございます。はい、4冊目でございます。4冊目終わりました。
次は最後の5冊目いきたいと思います。で最後の5冊目いきたいと思います。で、プロ野球選手以外のねカードの紹介でございます。今村騎手と藤田騎手のねカードでございまして、こちら吉田沙保里選手でございます。この3人がね揃うのもねなかなかねすごいなってね思います。でこちらね HKC カードでございます。はい。で最後はですねこのロコソラーレのこの、フォトカードに、今村騎手のカードでございます。この今村選手のね開封動画は、ちなみにメンバーシップ限定でやっておりますのでねよろしくお願いします。あとはまだねこういった空いてるのでございます。これからもねどんどん増やしていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。